ラフ&ピースは、日本テレビ開局50年と、吉本興業創立90年を合わせた、記念プロジェクト。記者発表では、日本テレビの萩原利夫社長と、吉本興業の林弘明社長による、コンビ、ザ・社長ズが漫才を行った。ラフ&ピース笑いは日本を救う。と題したキャンペーンが行われ、2002年10月5日には、吉本興業所属のタレントほぼ総出演でのバラエティの特番が放送された。視聴率は関東地方で 14.9%、関西地方で 18.4%。キャンペーンソングは TM ネットワークのキャッスル・イン・ザ・クラウズ。司会を今田耕司&東野幸治が担当し、ダウンタウンと島田紳助が1コーナーずつ乱入した。吉本芸人の中でも、桂三枝、明石家さんま、ナインティナインなどは出演していない。松本紳助では、ガキの使いの成功で、菅健次に借りがあるダウンタウンには出演依頼ができたが、菅が口説いて、恋のから騒ぎ出演に至ったさんまにはできなかったとのこと。このほか、ルミネザ吉本で2002年9月から10月に、吉本興業をぶっつぶせというイベントが行われた。吉本興業と他事務所の若手芸人が毎回一組ずつ登場し、ネタなどで対決する。電波少年的放送局で生放送され、双方向機能を使って視聴者が投票し勝敗を決め、吉本芸人が負けた場合は、ルミネ座、吉本の出番を何回か譲らなければならない、ルールだった。なお後日吉本ファンダンゴ TV でも録画放送された。インパルス vs ドランクドラゴン、タカ&トシ vs 鉄&友、ルート 33vs 増田岡田、堺スト vs バカリズム、針金ロック vs、おぎやはぎ、ハローバイバイ vs 劇団ひとりといった人気芸人による対戦が見られたものの、CS 放送の視聴者自体が少ないため、ほとんど話題にならなかった。なお、ラフ&ピースプロジェクトの最大のハイライトとして、制作、公開されたのが映画、明日があるサザームービーであった。吉本芸人を主要キャストに起用し高視聴率を獲得したドラマの劇場版だが、興行的には、芳しい結果を残せなかった。ありがとうございます。